いかがだったでしょうか。同じ場所をそれぞれのシフトチェンジを比べてみました。高速道路なので最終的には2台ともに5速に入りますが、そこに行くまでには別の車ですし、さらにはガソリン車とディーゼル車の特徴が見えたかと思います。ディフェンダーの場合、合流地点での加速時はすでに5速で、ジムニーシエラの場合、合流地点での加速時は3速でした。そこから流れに乗るための80キロから90キロあたりまで加速して巡航する映像になっています。私、高速道路ではだいたい左側、白帯車線を走ります。黒帯車線はほとんど行かないです。大型トラックと同じような運転を心がけています。またディフェンダーの場合、街中で40キロ道路では4速に入れて走行できますが、ジムニーシエラでは4速に入れるとちょっときついです。3速で回転数高めの走行になってしまいます。ジムニーシエラで4速に入れるのは50キロくらいからになります。なので一般道で5速はほとんど使いません。ディフェンダーはディーゼル特有の低速トルクがありますので、街中走行はとても乗りやすいです。3速、4速、5速と私の住んでいる街の道路事情にぴったりの速度とシフトで走行できます。ジムニーシエラの場合、私の住んでいる街では3速と4速の間がストライクじゃないので、回転数高めの3速を多用することになります。入れたいのだけれど4速には入れられない。ただもっとスピードが出て高速道路になれば3速、4速、5速が楽しいジムニーシエラです。とにかくキビキビ走りますので楽しい車です。それではまた次の動画で。バイバイ。